今更ですが、スイッチを購入しました。親戚式がどんな感じか、知りたかったです。ペーパーは、とりあえず V60 の4配用を使用してみました。豆は、メキシコ COEL、ボルド農園のハイローストで、300ml の抽出をしたいので 30g です。300ml の抽出のために 400ml のお湯を準備しました。ギリギリオッケー。メーカーの手順では、2分間待つらしいです。特に何も変化がないので、スキップします。もう少しで2分経つので、攪拌します。2分経ったので、落とします。落ちるのが意外と遅いです。落ち切ったところで、抽出終了です。ちょっと足りないので、加油します。ギリギリアウトだったようで、ちょっと粉が落ちていました。味わいは、濃度はドリップとあまり変わらないです。今回、30g でしたが、ドリップだと 20g です。滑らかです。悪く言えば、ぼやけた味かも。雑味感は少なく、飲みやすいです。深入りの方が、合っているような気がしますが、初めてなのでよくわかりません。いろいろ試してみたいと思います。